はい、チャオ、亀岡です。今日はですね、えー、3月9日水曜日の注目株はやらずにですね、市、えー、教館と今後のですね、私の日本株の戦略ですね。もうずっとね、3週間前から変わらずお伝えしるんですけども、下値シ線と、それに対する私のですね、えー、まあ、戦い方。それからですね、モスモス先輩と、モスラネ、ね、姉さんね、えー、このあたりがどうなったかっていうのを最後のお話したいなと思っております。今日は先ほどまでね、えー、その、 えー、期末の役員会があって、それを終わってからさらに取るっていう。まあね、よくこれだけ、あの、自分もエネルギーがね、えー、持続するなと思います。多分ね、こういう時は、ある程度ね、相場が落ち着いたらバタリと、倒れちゃうんだと思いますね。僕一時期ね、ものすごく働いていたことがあって、家に帰るのが1ヶ月のうちに2日ぐらいしかないっていう、それぐらい働いていたことがあったんですよね。まあ逆を言えばね、若い人が見てるとしたら、それぐらい、 自分を追い詰めて、まあどうせね、えー、死にはしないので、あのね、まあ死んだら申し訳ないので、あのそこまでやる必要ないかもしれないですけど、責任問題になっちゃうのでね、えー、ただ僕の場合はもうどうせ死にはしないしってことで、もう20代の頃はね、えー、ずっと結構あの働いてましたね。まあそういった意味ではね、その自分の限界を超えて、えー、いる、いる自分を知ってるので、ね、知ってるのでこういう時にいざという時は、結構ギリギリまでね、その時の、まあ、えー、イメージをもう一回思い起こして、 働くことができますよね。それで機動力が高い。まあ、その、広げることができると。まあ、そのバッファーを持ってるか持ってないかっていう、若いうちにそれを作るか作らないかって結構大事で、まあ今はね、そういった風潮ではないですし、流れがね、どちらかというとライフワークバランスの方に向かっているので、まあ強くお勧めすることはしないんですけども、まあ、若い人はね、一回自分の限界を超えてみるっていう経験をした方が、僕はいいと思いますけどね。えー、無理しては、 無理する必要はないですけども、そうすることによって、まあ、30代、そして今僕40代ですけども、40代になった時に、本当の馬力が出せますし、その時のイメージがあるので、えー、自分の限界を超える瞬間を一瞬一瞬に出すことができますよね。それを知らないで30代、40代になっちゃうと、常になんかこう、わかりやすく、吹き溜まりにね、えー、こう集まってる、こう、誇りのようにですね、えー、なかなか自分自身を限界まで持っていけないと、そういった経験がないのでね、 若い人はある程度無理ができるので、まあそういったことがね、えー、できるようになるんじゃないかなと。まあ、今はね、だからそういった昔のイメージで、まあかなり限界を、までね、自分を,を、出力を持っていってますけども、まあそれは昔のイメージがあるからっていうのはありますよね、えー。46になってもできると。で、この番組はね、そうそう、あの、チャンネル登録者向けにですね、まあそういった、まあ、あの、私の経験であったりとか、まあ、あ,のあとはね、速報であったりとか、期間限定のですね、特別投画などを、まあ例えば相場の変動であったりとか、えー、まあ あの、世の中のですね、経済の流れに合わせて上げています。基本的にはこういうものはね、3日4日で全部削除してますので、実際にですね、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それから、ライブ配信などもね、今後は4月からやっていきたいと思っておりますので、チャンネル登録,登録者向けにですね、よろしくお願いします。ということで、まあ、声が続くうちにね、早口で喋っていきたいんですけども、えー、今は日本株ですね。で、400円近くね、下がったということで、まあ2万5千円ですね、ついに下回ってきたので、 僕はね、2万4000まで、えー、下落するんじゃないかなと。まあ、二段下げが一番大きいって話をしてきたんですけども、やっぱね、えー、話した通り二段下げが一番大きかったですよね。結構そこをね、えー、外さなかったなと思います。このね、えー、4日ぐらいの動きですからね。 下げがきついというのは、まあ、大きく下がるっていうね、そういった、あの、あの、こともありますけども、やっぱ数日のうちにね、下落をしていくってことも、またそれは一つありますよね。なので、そういった意味では下げ幅がきついですね。これはやっぱり、えー、まあ、二段下げっていうのは、一段下げで耐えた。 個人投資家とか機関とかが、まあサーキットブレーカーとかね、えー、まあシステム売りであったりとか、まあ追い章とか投げ売りっていうのが、やっぱ発生しやすくなるんですよね。まあそういった意味では、今のこの下落トレンドっていうのは、24000円ぐらいまでは続く可能性があります。ただもちろん、一直線にね、下がっていくっていうことはないので、まあどっかでね、えー、多少リバーが入りながら下がっていくんだと思います。 で、僕はね、えー、その、後半で、あの、話しますけども、一旦、あの、空売りのつなぎは外しました。これ、理由は、なぜかというと、まあ、それはちょっと後半で話しますね。ちょっと、前置きは長くなっちゃうので、で、まずはね、えー、日本の経済の動きを、ちょっと、モニタリングしていきたいんですけども、まず、日本のね、 景気悪化が非常にあの悪くなってますね。景況感が悪くなってます。まあ予測をしていたんですけども、11月、12月は非常に良かったんですよね。ただその後、万ウですよね。えー、万、ま、円防止法が、えー、施行されて、えー、当然ね、外出が控えるようになりました。それから、えー、期待されていた GoTo トラベル、GoTo キャンペーンですね。これは確実に景気を良くするってことが分かって、実はいるんですね。過去のデータとか、シンクタンクのね、予想であったりとか、あとそういった事例を研究した上での施行なので、施行なのでね、 えー、まあ、良くなるはずなんですけど、それも延長されたっていうことで、えー、景況感2ヶ月連続で悪化してきてますよね。特にタイミングが悪いですよね。えー、こういった、まあ、その世界、その景気が、落ち込みが加速していく中で、日本はね、これまでの準備を怠ってきた。そして、えー、まあ、わかりやすく言うと、コロナを優先をしてきた、経済よりもね、それが、えー、大きな、 今今ね、ね。手となってて後出てくる可能性がありますよ、ね、これあのビジネスとかね経営もそうですけどあの経営っていうのはね本当にいい時に悪い時の準備をするものですよね僕は常にそう考えてますし、えー、私の会社がね、えー、こういった形で15年以上ね会社を存続させていられるのも全ては景気がいい時もしくはまあ平時の時に、えー、戦時、まあ、悪い時のおまあ備えを常に怠らない,そうい贅沢をしないとか、えー、まあね 自分であれば、まあその、社用車をと買わったりなんてことはしないです、絶対にね。そんな公私混同のことは一切しないとか、えー。そういったことをまあするからね、社員にも言えるじゃないですか。ちょっと無駄遣いやめろって結構僕厳しいのでね。そんな無駄遣いするな、みたいなね。そのペンいるみたいな。結構平気で言うのってね、えー。そういったことで、まあね、えー、本当に転落した時に、あの時、ね、準備をしていたから耐えられるというのがありますよね。日本は、 まだ大丈夫だろう、大丈夫だろう、大丈夫だろうってことで、経済よりも、他のことを優先してきますよね。なので、こっから先、相当きつい可能性がありますよね。それはやっぱり、その先々のリスクを予想しなかったっていうのがあるんじゃないですかね。なので、コロナの優先をしたために、まあ今ね、世界経済がものすごく下落トレンド、場合によってはリセッションいる、米国株価した場合は、えー、40%とかね、株価が大きく下落する可能性があります。そうした中で、 日本の打ち手ってもうほとんど残ってないっていうね。えー、今までね、あんとかなんとか、えー、ね、経済を優先して立て直そうとしてくれば、まだバッファーですよね。余力があったところを、余力がないところにこれが来ちゃってるっていうのがね。まあ、でも日本人はね、そういった意味では、この番組を見てる人たちは違,違うってことをね、前提にして、一体そういうことをちゃんと知った方がいいんじゃないかなと思いますね。あのー、もう理想論だけでは、 世の中動いていかないですし、世界に対してもね、えー、やっぱりその守っていけないのでね、日本をね、この辺をもう一旦ちゃんと痛い目にあった方がちょっといいんじゃないかなと僕は思っています。この番組見てる皆さんは違いますよね、もちろん。もうそこはまあ理解をしてますので。で、えー、1月の経常赤字も1億円。 ということで、過去2番目の水準ってうのはもう本当にやばいですよね。今まで日本っていうのはね、えー、僕も小学校の頃、常にね、社会科の先生に、日本っていうのは形状黒字なんとこれが誇りなんだって教わってきましたし、今のはね、えー、10代、30、20代のとか人はわかんないですけども、僕40代なんですけども、40代、50代の頃、ねえー、人たちっていうのは、おそらく日本が形状黒字を続けてるってことをなんか誇らしく思ってますよね。社会の先生がそうやって教えるからなんですけど、本当にそういった時代です。 今ですよ、1月の経済赤字1兆円ですからね、もうこれはもちろん脱炭素を、ねえー、EU によってまあ、ね、消しかけられて苦しめられたとか、まあ、そうした中で原発が使えないとか、まあ、ガスとかね、石油を輸入するコストが高くなっている、円安だとかね、まあでも一言で言えば、国力が落ちてるってことですよね。まあ間違いなく日本の国力が相当落ちてると。でそれに対比して、 で米国の国力は上がってますし、中国の国力も上がっていると。相対すると2倍の開きになってに、日本は劣化してるっていうことなんですよね。ここに、やっぱり先ほど冒頭に話してますけども、気づいていない日本人があまりにもちょっと多すぎるんじゃないかなと。この番組を見て皆さんは違いますよ。違うのでね、えー、そういう批,評批判コメントいらないんですけども、あの、その一般的にですよ。もうちょっと本当危機迫るぐらい、気迫を持ってね、日本経済を立て直そうっていうぐらいの、 気持ちがないと、もうやばいですし、と僕は思いますけどね、と。まあそういった感情はちょっと置いときまして、だんだん怒りモードになっちゃうので、ね、おこっこて、おっこーってなっちゃうので、まあね、あの、そういった意味では、まう、あ、形状収支やばいですよ、これね。これどうするんだ、と。本当に。だからまあ、まあこれを立て直すには、 立て直しはどうするんですかねまあ、まず原発ね。原発はでも別に僕も語りたくないのであれですけど、まあ、原発問題もあるかなと思いますよね。エネルギー問題がここまで高騰した中で、果たしてこのままね、原発を動かさずに、えー、日本の立て直しが図れるのかと。日本の立て直しが図れないってことは、結局リスクを先延ばししてるっていうことになるので、もっとやばい状況になった時に、もっともっと悪くなるっていうことなので、やっぱり、 なんとかリスクは先延ばししない方がいいんですよね。まあ、原発だけじゃなくてもいいんですけども、何かしらの知恵を絞る必要はありますよね。も、ま、し、あ、これはちょっとね、僕もかん、今はちょっとね、考えながら話してないので、これはちょっと僕もアイデアを考えます。もし皆さんの方でね、コメントがありましたら、僕基本的になんか、勉強だったら勉強になります。ありがとうございます。ちゃんと返してるので、なんかね、アイデアをいただけたらコメントでね、嬉しいなと思っております。僕も日々勉強中ですのでね、そういった意味ではね、 で、えー、原油が300ドル突破するかもしれない。これはね、ロシアの警告。ま、あ脅しですよね。このまま、我々の邪魔をするなと。我々はね、えー、もうあれですよ。ストリートファイター2の、あの、ラスボスですよね。ここまで来るとね。世界平、ちなみにストリートファイター2のあの、ラスボスいますよね。あの、なんだっけ、あの、何将軍でしたっけ。あれの目的は世界制覇ですからね。すごいですよね。あのストリートファイター2ってなんかこう、あのー、 なんて言いますかねこう、格闘技じゃないですかね。世界征服を目指す一団に、えー、竜とか剣は戦いを挑んでるっていう、ものすごい世界観なんですよね。えでも本当か、彼みたいな感じですよね、えー。ロシアね、落としてるわけですよ。もうこのまま行ったらね、原油300ドル突破やばいしよ、生活できないしよ、みたいな。経済成り立たないよ、みたいな。 ほらほらどうするみたいな。俺たちに歯向かったらダメなんだよ。言ったじゃんみたいな。も、ま、う、あ、こういった状況を作り出したのは、あの今日はちょっとね、感情も入っちゃうのあれですけども、まあドイツのおメルケル首相かな。ちょっと名前間違ってたらちょっと申し訳ないです。ですよね。あの、脱原発をちょっと力強くって言いますかね、スピードを持って早めすぎ、早めすぎましたね。早くやりすぎたと。もうちょっと、まあやるべきなんですよ。やるべきなんですけども、その原発、脱原発もその5カ年計画とかせめてね、 じゃないと結局足元すくわれてるじゃないですかしその何でもう見られてますよねそういった動きを完全にその動きを見られて、えー、ロシアにつけ込まれてるわけじゃないですか,だかそういった意味ではね、まあ、もちろん地球環境を見ると脱炭素化必要なんですけどもまあそのそういった意味ではロシアをねつけ上がらせてウクライナに攻め込む隙を与えてしまったっていうところが ドイツのシンクタンクとかね、防衛省とかあると思うんですけども、そういった報告をしなかったのかなっていうのが不思議でならないですよね。防衛白書ってね、自衛隊も毎年出してますよね。そうした中では、基本的にはそういったリスク管理ですよね。えー、予防線を張るために、あえて文章化して示すんですけどね。だからロシアも完全にね、えー、仮想敵国っていうか、にランク上げされてますよね。早いですね。 えー、その報告は確か防衛省かされてると思いますけども、外務省かわからないですけどね、えーの。その辺がなかったのかなってドイツにね。だから今でもドイツは、えー、とね、それ一部のね、えー、確かどこだっけな、オランダかなあのー、オランダはまあ賛成してるのかなイタリアとかはね、えー、ロシアにちょっと頼りっきりなので、反対してますよね。スイフトをもっと中央銀行の方、すべてをね、 今ちょっと外してるんです全てじゃなくて、その中央銀行だけ外してるんですけども、そこもちゃんと入れた方がいいってやってますけど、やっぱドイツとイタリアかなんかがこう反対をして、なかなかそっちが進まないんですね。それは一重に、喉元をつかまれてるからですよね。その生命線を握られてるわけですよ。まあでもドイツも、これあの、もちろん政権が変わったタイミングなので、一気にまあ脱ロシア化はしていくと思います。あまりにもリスクが、今回ロシア大きすぎますし、発言で、やっぱ核を、 まあ戦術核のことを言ったかもしれないんですけども、まあ、戦術核でもダメですよ。あの、言ってしまったらもう取り返しがつかないですし、もう後には引けないでしょうね。EU は、脱ロシアに関してはね。まあその方向で行くと思いますね。で、ロシアがね、えー、この状況の中で、もう EU はもう完全に対ロシアに対しては、もう相手をにしない、距離を置きき始めてますよね。 えなので、もう5年10年先にはロシアからのガスと石油の輸入はないでしょう。少なくともと思います。5年先にそういった準備がされていくでしょうし、そのためのインフラ設備の投資が始まってますので、まあロシアにとっては経済はかなり悪くなると思いますね。なので、デフォルトはないとは言い切れないと日銀のね、総裁の発言になるように、 もうね、外貨準備もかなり使えない部分が減ってます。なぜかというと、制裁によって、まず抑えられてますよね。凍結されてますし、中国からね、入れるとしたってね、まあ、中国の方もね、いろいろ制裁とか監視をね、逃れてやろうと思ってもなかなかできない部分もあるでしょう。そして、ロシアに貸したとしてね、焦げつく可能性がありますよね。そしたら中国と回収できないと。別にそんなにロシアもね、ロシアの,あの中国も楽じゃないのでね、この間ね、えー 倒産ってますかね、デフォルト問題がついこの間あったばかりなんでね、不動産のね。えー、そういった意味では、えー、かなりロシアもきついかなと。デフォルトした場合の、その世界経済に与えるそのダメージがどのくらいかっていうのが今予測ができないですよね。そうした中でのインフレ、そしてウクライナ紛争、そしてアメリカのお景気の後退期が近づくんじゃないかっていう懸念、さらに日本が出遅れてるところで準備ができない中でのこの問題っていう中での、まあ、かなりリセッションリスト、 確率そしてスタグルスタグフレーション確率が高まってますよね。スタグフレーションになると前の動画で話す通りかなりね株安になる可能性があります。ただあの一つ言えることは株安っていうのは株を安く買えるチャンスなので結局儲かるタイミングでもあるあるということになりますよね。これはまあ僕のこの本にまあ書かれていますけども最大の勝率を上げるそのやり方は。 大きく下落したところを買うということなんですよ。個人投資家がね、買おうと思ったら、機関投資家にね。まあそういったタイミング、チャンスが近づいているというふうに捉えることもできます。別の意味ではね。ただ、そのエントリータイミングっていうのは間違っちゃダメですよね。だから、まあ引きつけるってことが非常に大事になります。 あとは EU ですよね。今年のロシアの産ガスの輸入需要ね。80%削減。そう先、先ほど言ったやつですよね。えー、80%削減を目指しますよと。おそらくこう100までとか98とかまで持っていくと思いますけどね。相当怒ってますのでね、EU も。それはね、それはそうですよ。やっぱりね、世界秩序を覆すって言いますかね。壊すっていうことほど脅威なことはないのでね。 これはかなり起こっているので98、98%とか、かなり削減させていくと思いますよ。まずは80%ってことだと思いますね。それからね、えー、あとコロ、そうそうそう。中国もね、え今アメリカが、まあ今回こういうことになったので、太平洋に対しても NATO 構築をね、しようと実はしているんですよ。おそらくそこには台湾、まあ、そして日本、そしてオーストラリア入ってくるんでしょ。ニュージーランドわからないですけど、おあとアメリカと。おこのあたりをね、入れて、えーまあ要はね、えー、軍事的な え、連合ですよね。これを作ろうっていうことを実は模索をしています。で、そうした中で、まあ、韓国ですよね。韓国が入るか入らないかみたいな。まあ、おそらく最終的には入るんだと思いますけども、韓国も脅威を感じてると思いますので、ロシアと北朝鮮と中国に。やっぱり、一旦韓国保留みたいなこと起こると思いますよ。あまりにも韓国がね出方が遅いっていうのと、これは別に中立的に話してますよ。 別に、あの、どっち付き、どっちに寄っているところじゃなくて、やっぱり今のその政権が、その、あまりにも北朝鮮との和平、そして、えー、一つの朝鮮というところを目指しすぎて、中央じゃないですよね。完全に自分たちがやりたいことをやるための中央だけで考えてますよね。これなので、話ができにくいということがあります。なので、一旦外した上で加盟ってことになるんじゃないかなと思います。やるんであればね。当然中国は、 もうあの嫌なのでね、大反対してると思いますし、これ日本が加盟して始めた時は、これ核を持つっていうこともそうですけども、相当の不買運動とか、まあ圧力があると思いますので、その辺も含めて、そうなってから準備するじゃ遅いですよね。これ先ほど冒頭でも話しましたけども、そのために今何ができるかってことを準備を粛々と進めていくってことが大事なんですよね。ちょっと遅いんですよ、日本政府も。半歩遅いって言いますかね。その紛争が始まってから、 あのね、いろいろこう準備を始めようとかね、リスクはどうだって言ってますけど、もう今からも準備ですよ。粛々とですよ。これ粛々って僕必ずしたいんですけども、粛々とやろうと。とにかく一歩一歩毎日毎日やるわけですよね。こういうことが大事になりますね。もちろんその、僕はあの、なんか核が賛成とか反対っていうことを言ってるわけじゃないですよ。ただ必ずそういうことを、アクションが政府が決めたときは、必ず中国が不買及び制裁を加えてくるってことが分かるので、今からやるってことですよ。準備をね。じゃないと遅すぎると。 で今のね、状態は、これ前の動画であげてますけども、米国のと70年代の金融危機というのがあったんですね。これにかなり、えー、似てます。もうほとんどあれをモデルケースにしてるんじゃないかっていうぐらい同じ動きをしてるので、かなり警戒をしていきましょうということになりますよね。で、僕の場合はね、今ポートフォリオですけども、今日本当はお見せしようと思ったんですけども、あの、サヤツげの空売りは今日3月八日に外しました。これはレバーがあると思ったんですね。あの、あの、もう一度一回ちょっとね、戻すでしょうと。 思思っったたた。のので、で、え、で、ー、カラを買い戻しししすね、えー、怒ると思ったので、えー、1回外しましたで本当はね、画面ちょっと見せようと思ったんですけどあまりにも多分ね個人投資家とかが今こういろいろこう精査してるんだと思うんですけども証券口座がね、開かないんですよね開かないのでこの状況は僕は明日以降見せますちょっとね証券口座の口座が開かないんですよねおそらくそのあまりにも出入りが激しくてロックされてるんじゃないかなと思いますね で、あとはね、えー、原油は売りましたよって話になっております。で先ほどはね、えー、今また回復ちょっとしてるので、明日はちょっともしかしたらね、えー、レバーで上がってくる可能性がありますよね。えー、一旦、まあちょっとね、えー、買い戻しですね、カラオリのね、上がるんじゃないかなと思いますが、まあ一夜ね、開けるとね、どうなっていくかわかんないので、えー、まあ結局ね、えー、ちょっとまあ油断をせずに、 ちゃんと戦っていいいきたいなと思いますがカ空リりを外したのはね、なぜかというと、今日午前中一旦上がりますよね。なので、改正力が買い向かっているなというのと、一部、まあ、その、買い戻しですよね。カ売リの、がちょっと進んだんじゃないかなと思ったので、これちょっと戻すかなと思って外したと。で、午前中の動きを見たってことですね。日本株のね、一旦上がったんですよ。それからまた下がったので、あ、これは一旦回復するかなと思います。一時的にですよ。僕は2万4000までいくらかなと思ってはいるんですけども、で、日経平均ですね。 今日大きく、まあ、430円下落をして、えー、ついにね、えー、ここの2万6000円の下に新鮮を下回ってきたので、まあ、2万4000円というところに向かって進んでいくと。特に二段下げきついですね。えー、きついきついっ言ってましたけども、まあもうちょっとこういくんじゃないかなと思ってます。もちろんね、あの和平されたら一瞬で上がるので、まあ、してほしいんですよ。これは僕にね、 言い方がちょっと誤解を与えたら申し訳ないですけども、バヘをし,たしてくれたらね、プーチンがね、一気に上がるので、それはもう喜ぶべきことですよ。あのね、別に、あのここで買わないといけないってわけじゃないのでね、むしろそれよりも世界平和の方があの大事なのでね、えー、ただまあ、そういうことを、まあ、想定内にして、えー、下げるところをね、買いたい人は、えー まあ待ってる。待つっていう戦略もありなんじゃないかなと思ってます。一旦2万4千まで行ったら、ちょっとここで一旦下げしぶるんじゃないかなと僕は見てますが、もちろんこれエンタメ的に聞いてもらいたいですし、別に間違ったからといってね、ああ、本当だ、間違ってる。下がっちゃったしかないのでね、僕の場合はね。えー、なので、えー、それをさらに下回ってね、リーマンク級になった場合は、1万8千円とか、まあ前回安いの1万6千円っていうところもある可能性があるのでね、その辺までもまあ視野に入れといてもいいかもしれないですね。 まあ、とにかく、どちらにしてもお、何が起こってもいいように、かかとを浮かして戦うってことが非常に大事になります。で、僕の場合ね、株忍者として、まあね、日本のマーケットを何とか思ってきましたが、まあ守りきれてないっていう。<laughs> まあまあ、今そういった状況ですよね。で、まあ、地の竜のね、えーか、あの、売り勢に、まあなんとかモスラ、パイセンね、先輩に頑張ってもらったんですけども、まあ、ついに本州を表したね、地のりに、もうもうもう、たじたじですよ。モスラ、パイセンね。もうそういった時に、まあ、ようやく現れたのが、 モスラ姉さんですよ。モスモス姉さんがね、ついに現れてくれて、まあなんとか、なんとかここでっていう感じなんですけどもね、よし、お願いしますってことでね、ママみたいな。ママあようやく来てくれたのーって、まあそういった状況ですよね。ありがとうみたいな。でね、モスモス先輩が、モスモス姉さんがね、愚かな人間たちを、急になんか大冗談からね、なんか物申してきて、もうあの、あの、かかと落としかいみたいなね。 そんな感じの、その、いきなりの強い言葉ですよね。まあでもしょうがないですね。確かに、確かに愚かですよ。互いに戦うことをやめず、争い、憎しみ合う人間たちと。まあよくアニメとかね、アニメとかによくあるシーンですよね。まあ確かにでもその通りですよ。いまだに私たちは争ってます。一方でね、えー、互いに愛し、他人のために助け合うこともできると。まあこれもよくアニメ,アニメにある アニメなる本当に展開ですよね。大体神々ってこうやって人間たち言いますよね。人間たちをこき下ろしながら持ち上げるっていうね。互いに愛し、まあ他人のためにも助け合う。本当にその通りですよね。まあそこがまあ人間のユニークさであって、まあいいところでありますよね。まあこれがあるからこそ、まあ、進化をしていけるんですけども、行き過ぎると破滅に向かってしまうっていうね。まあそういった状況になってます。でね、我々新従属、まあ まあ、モスラーっていうのはね、真、え、珠、ーまあ、に近いんですよ。真、ま、珠、あ、とは言われてないですけども、真、ま、珠、あ、に近いですよね。まあ、ポジションですよ、ポジション。ポートフォリオのポジション的に言うと真珠みたいな、そういった位置にあると思います。いま一度ね、人間たちを助けることに消えます。いやあ、よかった。よかったなぁ、みたいなね。ああ、なんとか助かるなーと。さあ、我々とね、一緒に、ああみたいな、モスモス先輩みたいな、モスモス姉、ね、さんみたいな形で、 もうついに、モスモス姉さんもね、もうちょっとやばい、やられちゃったみたいな今状況になってます。なのでね、もういよいよね、あの、株忍者もう最終形態、突入かなと。僕のね、このマガンが、ついに赤く開く、輝く時が来るのかなっていうことで、まあちょっとね、今後の状況をまあ見ながら、あのー、考えていきたいなと思っておりますので、引き続きよろしくお願いします。声がさすがにちょっとね、3本取りすると出なくなりますね、えー。しかも1本そのものがね、 えー、まあ結構長いということでね、えー、まあ今日で、まあ、一度ね、えーあ、落ち着いてくれたらいいなと思っております。それでは今日は以上です。高速でゴッ